動産の先取り特権の順位第330条、同一の動産について特別の先取り特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は次に掲げる順序に従う。この場合において第2号に掲げる動産の保存の先取り特権について、数人の保存者があるときは後の保存者が前の保存者に優先する。1. 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取り特権。 2. 動産の保存の先取り特権。 3. 動産の売買、種苗または肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取り特権。第2項、全項の場合において第一順位の先取り特権者は、その債権取得の時において第二順位または第三順位の先取り特権者があることを知っていた時は、これらのものに対して優先権を行使することができない。第一順位の先取り特権者のために物を保存したものに対しても同様とする。第三項、果実に関しては第1の順位は農業の労務に従事するものに、第2の順位は種苗または肥料の供給者に、第3の順位は土地の賃貸人に属する。不動産の先取り特権の順位第331条、同一の不動産について特別の先取り特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は第325条各号に掲げる順序に従う。第2項、同一の不動産について売買が順次された場合には、売り主相互間における不動産売買の先取り特権の優先権の順位は売買の前後による。同一順位の先取り特権第332条、同一の目的物について同一順位の先取り特権者が数人あるときは、各先取り特権者はその債権額の割合に応じて弁済を受ける。第4節、先取り特権の効力。先取り特権と第三取得者第333条、先取り特権は債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。先取り特権と動産質権との競合第334条、先取り特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は第330条の規定による第一順位の先取り特権者と同一の権利を有する。一般の先取り特権の効力第335条、一般の先取り特権者はまず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ不動産から弁済を受けることができない。第2項、一般の先取り特権者は不動産についてはまず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。第3項、一般の先取り特権者は前2項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取り特権を行使することができない。第4項、前3項の規定は不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、または他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には適用しない。一般の先取り特権の対抗力第336条、一般の先取り特権は不動産について登記をしなくても特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし登記をした第三者に対してはこの限りでない。不動産保存の先取り特権の登記第337条、
不動産の保存の先取り特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後、直ちに登記をしなければならない。不動産工事の先取り特権の登記第338条。不動産の工事の先取り特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取り特権はその超過額については存在しない。第2項、工事によって生じた不動産の増加額は、配当加入のときに裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。登記をした不動産保存または不動産工事の先取り特権第339条。前2条の規定に従って登記をした先取り特権は、抵当権に先立って行使することができる。